知らないがために金運自体を逃してしまっているという話をしたいと思うんですよね。こんにちは、矢野圭三です。コーンスマイチャンネルへようこそ。今日はですね、金運回復、これはもったいない生活習慣5選というね話をしたいと思います。実はですね、普段の生活で知らないがためにすっごくもったいないことをしていることが実際いくつかあるんですよね。これ家の使い方の話なんですけども、特にそんな中で今回の話は金運自体を逃してしまっているという話をしたいと思うんですよね。ですからこの動画を見ていただくと、どんな損をしているかということと、あとどんな改善をすればいいかということが分かって、そして金運をですね、こう呼び戻すことができるというような内容になってますので、よかったら最後までご覧ください。そしてこのタイミングでよかったらですね、チャンネル登録と、グッドボタンの方も、どうぞお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。で、本題に入る前にですね、一つ、私は普段幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンをやっています。詳細は概要欄に書いてますので、興味がある方は一度覗いてみてください。よろしくお願いいたします。そしてですね、動画に関する質問や感想もどしどしお寄せください。それが励みになっている部分やですね、あとはそれをヒントにして新しい動画を作るというようなこともね、やらせていただいてますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、まずその1の話をいきますね。これです。その1は洗面の蛇口という話をしたいと思うんですよね。このね、洗面のですね、蛇口、最近は分割タイプとか一体のタイプいろいろありますけども、ほとんどの家でお湯が出る仕様になってると思うんですよね。で、その時に注目してほしいのがこのレバーのところなんですね。あなたの家の、このレバーが正面を向いていたとしたら、これすごく実はね、損をしているっていう話なんですね。どういうことかというとですね、実はこの、レバーがですね、真ん中になっているとお湯と水の混合したものが出てくるんですよ。ですから常に湯沸かし器とか電気温水器のお湯を使い続けて、水を出しているっていうことに多くの人が気がついてなくてですね、これね、実際ガス代がかかってるっていう話なんですよ。ですからどう使うかというと、この混合線は一番右にグッとずらすとですね、水しか本当に出なくなるんです。この右に完全にずらした状態でお湯というかこの水を使わないと必ずお湯が出るという話なんですよね。ですからガス代が思っている以上にかかってるなという方は、もしかしたら洗面所とか、これはキッチンもそうですけども、お湯と水のところの一番水の方にして、出すようにしないと、これね、結構ガス代がかかってるということをまずね、知っておいていただきたいと思います。結構ね、知らなかったという人多いんじゃないかと思うんですけども、ぜひね、今日からすぐやってみてください。そしてその次はですね、2つ目、エアコンの、こまめなオンオフという話です。これはもう私たちの業界では当たり前の話になってるんですけども、多くの人はですね、エアコンの、節約、電気代の節約のために一生懸命オンオフをね、頑張ってるっていう方が多いんですよね。で、これ節電になると思ってる方が多いんですけども、実はですね、これね、つけっぱなしの方が電気代が、下がりやすくなるんですよね。例えばね、車を運転する方だったら察しがつくと思うんですけども、例えば車の燃費っていうのは、街中をずっと乗ってると燃費が悪くて、高速道路に乗ると燃費が良くなるっていうのを体感したことがある人がいると思うんですけども、これも街中だと信号ごとに車を止めて、そしてもう一回スタートさせるっていう形でですね、何回も何回も繰り返すことで、この燃費が悪くなるっていうことがあるんですけども、実はね、これエアコンも全く同じ話だということを知っておいていただきたいんです。ですから、ちょっと涼しくなったからいいやって言って消して、また暑くなってきたからつけようというふうな使い方、冬場でも、寒い、暖かくなったからもう一回切ろうと、でまた肌寒くなってきたからつけようというふうな形で節約をしているつもりが、実はすごくお金が逆にかかっているっていうね、この事実、このことをね、知った上でこのね、エアコンをね、うまく使ってもらいたいなと思います。そしてですね、その次、その3なんですけども、実はエアコンの話が続きがありまして、今度エアコンの使い方なんですけども、このね、冷房と暖房のそれぞれの、エアコンの使い方っていうのはちょっと違ってるんですよということをね、知ってもらいたいと思います。それね、理由があって、まずね、
エアコン使うための基本法則っていうのを知ってもらいたいと思います。それは何かというと、暖かい空気は自然と上の方に上がっていって、冷たい空気は下の方に下がっていくっていう、この原理のことを、ご存知かどうかということなんですね。例えばね、お風呂なんかで体感した人いるかもわかりませんが、お風呂入ろうと思って上の方が暖かいから入れると思ってザブーンって入ったら下の方がまた冷たかったみたいなことが起こったりするんですけども、これも一緒でですね、基本的に暖かいものが上に上がりやすくて冷たいものが下がりやすいっていう同じ原理なんですね。この原理を知りながらエアコンの使い方を知ってほしいんですけども、まずね、この状態をイメージしながら冷房を使うとき、冷房を使うときはですね、この風を吹く方向をですね、下向きにするか、まっすぐ上向きっていうんですかね、にするかっていうことでいくと、これね、水平方向にエアコンの風っていうのは基本的に出してもらいたいんですよ。なぜかというと、この、図に基づくとですね、冷たい空気は勝手に下に下がってくるわけです。ですから、初めから下に吹いてると、なんていうかな、下にばっかし溜まっていくようになるんですよね。でそれに対してまっすぐ吹くと、まんべんなく上からこう冷気がザーッと下がってくるという現象を起こしてくれるので、極端に一部だけが冷えるというようなことがなくなるということで、エアコンが嫌いな方とかはできればね、まっすぐ空気を吹いてそれをゆっくり下に落とすような形で扱うのがいいんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、次は、暖房ですけども、ちょっと待ってね、暖房、はい、暖房です。暖房を使うときは逆に下向きに強めに、暖気を出すということをしてほしいんですね。でこれはなぜかというと、先ほどの、この図を見ていただくとですね、暖気っていうのは上に上がりやすいんですよね。ですからそれを下向きに吹くと、で下向きに吹くときも中途半端な強さで吹くと、途中から上に上がってしまって上ばっかし暖かくなるということが起こるわけです。ですから例えば冬場とかはですね、暖房の暖気を下向きに強めでガッと吹いて、床まで暖気が届いているかどうかを確かめながら、床まで届くぐらいの強さでまず吹きながら、それで部屋の中をまんべんなく、温めると。そして、一度温まったら、弱ぐらいの形で、その暖かさを維持するような形で使うのはいいと思うんですけども、このね、初めから暖房を緩くやってると温まるのも弱い、そして水平に暖気を出すと下が温まるのが遅くなるので、下向きに強く吹くと、これをやるだけでも随分、快適性とかかる電気代も変わってくるんですよね。ぜひね、この辺のことも合わせて知っておいてください。そしてもう一つ、エアコンに関してはですね、冷房時は除湿をして、暖房時は加湿をするっていうふうにするとより快適になります。これはですね、夏は、湿度が高すぎてジメジメして気持ち悪いから、それを除湿をしてカラッとさせる。そして冬は乾きすぎているので、逆に加湿をして、少し湿度を上げてあげるというふうにすることで、より快適になるということをね、合わせてやってもらえるといいんじゃないかなと思います。その次ですね、その4、このその4はですね、朝の窓の全開の空気の入れ替えなんですね。でこれは、私のね、気持ちよくわかるんですよ。朝空気を入れ替えたいっていう家多いですよね。だいたい親とかの実家とかに行ったりすると、冬なのに、朝30分間ぐらいですね、家の中の空気を入れ替えるようなことをしてたりして、凍えるんじゃないのっていうふうなことを、するようなケースもあるんですよね。これはですね、本当に昔ながらの習慣なんですけども、これね、朝の空気の入れ替え、かなり、エアコン代とかを無駄にしてるところがあるんですね。もちろんですね、私否定してるわけじゃなくて、もちろん空気を入れ替えるのは OK なんだけども、ただこのね、どれだけ時間をかけて窓を開けてるかって結構大きな影響があるのと、あともう一つは、昔ながらの家っていうのは家の隙間があってですね、それで常に家の中の空気は実は入れ替わってるので、窓を開けて入れ替える必要はあんまりなかったりするんですね。ですから、どちらかというと、そうですね、まあ、5分だったら5分みたいな形でやるのがいいんですよね。でもう一つですね、昔ながらの家に関してはそういう隙間があるから、あまりずっと開けなくてもいいですよっていう話もあるんですけど、もう一つ、最近のですね、高気密高断熱の家やマンションなどはどうかというと、これもね、逆に24時間換気っていうのを常に回してて、
だいたい2時間で家の中の空気が一通り入れ替わるぐらい、空気が換気されてるんですね。ですからこの窓を開けて空気を入れ替えてるとすごく気分が良くなるような感じもするんですけども、それを極端に先ほども言いましたけども10分20分開けっぱなしにするっていうことは非常に実はもったいないことになっているということなんですね。ですから、もう繰り返しますけども、窓をもし開けるのであれば、例えば3分とか5分、ちょっと気持ちが切り替わるなぐらいの形でやって、そしてすぐに閉めていただくのが一番いいと思います。そうしないとどんどんエアコン代がかさむということがあるので、ぜひね気をつけていただけたらなと思います。そしてその次、その5なんですけども、その5はですね、電気温水器なんですね。で、ご家庭によっては、ガス湯沸かし器とか、あと電気温水器、あとは電気温水器に似たようなやつで、例えばエコキュートっていうようなヒートポンプ式の電気温水器もあるんですけども、この中で私が言ってるのは、このねガスと電気とか、まあ焚き火っていうのはないと思うんですけども、私が今回言ってるのはこのね電気の場合なんですね。この電気温水器の場合なんですけども、電気温水器、さっき言ったヒートポンプではなくて電気温水器、純粋に電気温水器だけは外に置いているようなタイプ、これであればかなりね電気代を損しているっていうことを知ってもらいたいなと思います。だいたいですね、このエネルギーの消費量でいうと、ガスに対して電気でお湯を作ると約3倍ぐらいねこうエネルギーがかかったりするんですね。もちろんこれはね非常にもったいないと思います。それでですね、私がおすすめするのは、もし電気でやるんであれば先ほど言ったヒートポンプ式の、給湯器にしてくださいという話なんですね。商品名とかで言うと、エコキュートというような内容のものとかになっていることが多いと思うんですけども、このね屋外に電気温水器があったら、そこの横に室外機みたいな、エアコンの室外機みたいなのを横に置いているようなタイプのものが、このヒートポンプ式給湯器というんですけども、ぜひねそれに買い替えることをお勧めしたいと思います。というのもですね、この電気温水器、純粋な電気温水器、本当に、電気代が無駄になっていることも多くてですね、これはね本当にやめた方がいいんじゃないかなというふうに思っています。これね私たちの業界では結構常識になりつつあるんですけども、それでもまだね電気温水器単体で販売しているようなこともあって、本当にそれは一般の人知らずにつけちゃってるなという感じもするので、逆にねこの動画を見て、そうなのか、電気温水器単体で置くのは良くないんだなということを知って、できればガスにするか、あとはヒートポンプ式の給湯器にするかというふうな選択を選んでいただけたらなというふうに思います。はい、ということで、ね、この洗面のこのレバーハンドルのところの話からいろいろしてきましたけども、よかったら一つでもね取り組んでみてください。確実に、出費が抑えれて、逆にその金運がねどんどん入ってくるような流れが生まれるようになってきますので、ぜひね試してみてください。はい、ということでですね、そろそろ話終わりますけども、よかったら感想とかですね、質問とかあったらコメント欄にぜひね書いていただけたらなと思いますし、この段階でまだねチャンネル登録とグッドボタンがまだの方もぜひね忘れずに、押してくださいね。よろしくお願いいたします。あとはですね、LINE で友達になっていただいた方には、個別に相談に乗るようなこともしています。概要欄にですね、友達になる URL を貼ってますから、それをクリックしてよかったら友達になってみてください。はい、ということで今日はこれで終わりますけども、今日一日があなたにとって本当に素敵な一日になることをお祈りしつつ終わろうと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。